しか。不思議飴が手に入ったからあげる。あり。あ、ヤスミンか。あり。あ、ヤスミン。あり。食べる？ふわふわ味。これ古そうだから精霊がついてるかも。ハロッテのところに持って行って。
流れについては何も知らないって。そっか。でも面白い話が聞けたよ。え、なになに？昔実験室のスケルトンモデルが動く噂があったみたい。肋骨でお茶目なスケルトンモデルがいたもんだね。なんか報道部の号外にあったルーナノバの七不思議に似てるね。あ、そうだ、アッコ、これあげる。また古い道具を見つけた。地面から生えるって、もしかして新種のキノコ？ううん、1時間くらいで消えたって言ってたからキノコじゃないと思う。なんだ、スーシーは気にならない？興味ないね。まあ植物園に入れないから確認できないんだけど。そんなに入りたいならそのトロールの用務員を魔法で眠らせればいいんじゃん。魔法か、うまくできるかな。そういえば試験的に購買部で魔法薬を交換して。へえ、確かに魔法薬があれば私でもうまく魔法が使えるかも。なんなら私が調合した眠り薬を使ってみる？意識がぶっ飛んで二度と目が覚めないかもしれないけどさ。遠慮しとく。ああ、そうそう、あげる。え、魔法の鍵？これどうしたの？キノコ探してる途中で拾っただけだよ。そんなに入りたいならそのとつを言えば。遅れてきたのはそっちでしょ。それはもう謝ったじゃん。遅れてきたのはそれはもう。あなたはもう少しこう上品な振る舞いはできないのですか？例えばミス・キャベンディッシュのように。ダイアナみたいに振る舞うなんてできないし、したくもないです。私はただあなたにもっと魔女らしい佇まいを身につけてほしいだけです。魔女らしい佇まいですか？そうです、しばらく休みですから一日ミス・キャベンディッシュと過ごしてみるのはどうですか？げ、そんなの息が詰まっちゃいます。我ながらナイスアイディアです。今度ミス・キャベンディッシュに会った時に話しておきますね。あ、あれ？魔道具カフェの。いや、いつかのお客さん。なんでこんなところに。っていうか不審者！ちょっと待ってよ。魔道具の配達に来ただけだってば。あ、そうなんだ。そうそう、ほうきや魔道具のメンテナンスも受け付けてるから、なんか用があれば言ってよ。少しだけど素材やアイテムも売ってるし、魔道具の買い取りとかもしてるからさ。ちゃっかりしてるな。
見つけたよ。他の6枚はどこに隠してあるのか。それはもう。私の顔見ながら何をメモしてるのか。仲良くしようぜ。
任せて。
そら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 、くれ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 くそら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 、どうだどうだそら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 、フロスジャンプ、そら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 、どうだそら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 、どうだどうだ、セルジナタイプ、そら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 、ほらほら、リオセルフルワール、セルジナフェリアーレ、そらそらそら、そら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 、そら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 、
私登場。私でよければ力になりましょう。よし、頑張るぞ。私の邪魔だけはしないでください。任せて。
こでこれでも食らえ、そこでこれでも食らえ、お話も食らえ、お話になりませんね、ケルカルブさん、そこでお話になりません、お話になりませんわね。これでも食らえ、はあ、こんなお話になりま、お話になりませんね。ケルティナフェリア、そこでこれでも食らえ、ケルティナ大使、そこでそこでそこでお話になりません、お話になりません、お話になりません、お話になりませんわね。ケルティナフェリア、吹き飛べ、吹き飛べ、ふぅ、ケルティナ・ベリアーレ、そこで、そこで、お話になりま、お話になりませんね、お話になりません、お話になりませんね、お話になりませんね、さっきはーっ、それやっ、お話になります、お話になりませんね。油断断絶のようですね。リオセルソルアール、ケルティナ・ベリアーレ、そこで、ケルカレルカ、そこで、そこで、ケルガル大佐、そこで、そこで、そこで、ブルス邪魔、そこで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 、お話になりませんね、ケルティナフェリア、そこで、ケルティナ大佐、そこで、そこで、ミッション、口がこんなところで、
ケルガルス、そこで、そこで、これでも食らえ、これでも食らえ、これでも食らえ、セルソルアール吹き飛べ、お話しになりませんね。はっ、よっ、ここで油断しないで、はっ、よっ、ここで、はっ、よっ、お話しになりま、お話しになりませんね。お話しになりま、お話しになりません。ケルガル最初、そこで、はっ、よっ、ここで、はっ、よっ、はっ、よっ、
断体的はっ、お話になりませんね。お話になりません。お話になりません。お話。油断大敵のようですね。ケルガル大作。そこで、ウルス邪魔。そこで、ケルカルグタ。そこで、そこで、そこで、ケルティナ大使。そこで、ディオセルソルアール。そこで、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 お話になります。お話になりません。油断大敵のようそこで、ケルティナフェリア。そこで、そこで、ケルガル大佐。そこで、そこで、そこで。
入っちゃダメなんだろ。それを言うならヒルダもじゃん。だいたいヒルダこそ何してるの。私は運動中。運動？ここで？そうそう、この先にいい感じの螺旋階段があるだろ。運動にぴったりだと思わない？確かに体力はつきそうだけど、前から目をつけてたんだよね。夏休みに入ったら人も減るでしょ。それで早速今日からってことで見逃してくれよな。いいけど、それなら私のことも言わないでよ。いや、それはどうかな。もうヒルだ。嘘嘘、言わないって。じゃあここには誰もいなかったということで。
ろう、これ暗号？Thank you.
これでも食らえ、これでも食らえ、これでも食らえ。
これでも食らえ！ふっ飛べ！ふっ飛べ！えいや！
それでも食らえ！えいや、とりゃ、えいや、とりゃ、えいや、とりゃ、えい、えいや、とりゃ。それでも食らえ！えい！えいや！とりゃ！それ！えいや！うわ！えいや！とりゃ！うわ！それ！えいや！うわ！あいたたたた。えいや！とりゃ！吹き飛べ！これでも食らえ！追ってかいら追ってかいら。Yeah!
これでも食らえ、これでも食らえ、それそれそれ、吹き飛べ、それそれそれ。追ってこいよ、追ってこいよ。これ、記憶水更新魔法をかけ、睡眠魔法の魔法薬を、thank you.
時間に関わる魔法道具について魔力で突破。私にな、うん、アッコ、図書室。そうだけど。お願い、とある本を探してきてほしいの。本？夏休み前に借りようと思ってたのに忘れてて。別にいいけど、なんてタイトル？
この本でいい。ありがとう。これお礼ね。この魔導書で明日からは本格的に別にサボってるわけじゃね。ヤスミンカは食べ物でき、じゃあ好きなもの。甘い。そのふわふわ味。ペロってどうしたの？ちょっと困ったことがあって。困ったことって？1日に使えるエネルギーの量を考えると今夜にはエネルギー切れで他の業務に支障をきたすから。ルーナノバって魔導石があるから自由にエネルギーを使えるんじゃないの？ううん、そんなことないよ。魔導石から供給されるエネルギーにも限界あるから、妖精さんたちが使える量はいつもギリギリみたい。そうなんだ。あ、じゃあ今日は洗濯を諦めたら？そういうわけにもいかないみたい。つまりエネルギーの使用量が増えればいいんだよね。それはそうだけど、何かいい方法があるの？お願いしてみよう。誰に言えばいいのかな。多分バドコック先生だと思うけど。よし、それじゃあ行ってくる。というわけで今日のエネルギー使用量を増やしてほしいんです。無理です。でもこのままじゃ困るのは先生たちも一緒ですよ。そこはなんとかやりくりするように言っておいてください。そんな無茶な。それならあなたが洗濯を人力でやればどうですか。確か前にも経験があるでしょう。なんとかしてみます。ダメだったよ。どうしよう。やっぱり
妖精さんと相談してたんだけど、魔石でどうにかなるかもしれない。え、魔石で？うん、魔石は微量だけど魔導石と同じエネルギーを含んでるから。何個くらいあればいいのかな？あればあるだけいいみたいだけど、もし余ってる分があるならそこのゴブリン用務員さんに渡してあげて。はい、魔石あげる。あ、待って、アッコ、私もいくつか持ってるから。それじゃロッテのも合わせて。あば、お礼だって。そんなの気にし、気持ちだからもらってほしいって。うん、ありがとう。これで魔法植物園に入れる。
イヤマン、あなたにはか、そんな言い方ないで。魔法の鍵、魔法、おそらく魔法の鍵はル、え、そう、まだ確証はありません。カノープス遺跡でミスリニウムという、何がわかる、それはまだ教えてくれたっていい。ミスリニウムは今では貴重な、とにかくそのカノープス遺跡、このバケツの底に、あ、これをしゅ、え、そうよ、ソーサムチディアーレ、これでいいですか。ええ、ちゃんと治ってるわね。はい、これ報酬よ。今の感覚を忘れないようにね。きっとすぐに魔法薬なんてなくてもできるようになるわ。今の感覚を、選手権？どうだろう。選択、選択王？うん。三人一組になって、どの、へえ、私も参加できるのかな？無理じゃない？どっちにしても、魔法は禁止みたいだから、妖精たちには勝てっこ、そんなのやってみないとわかん、まあ、好きにしたら、ちなみに、選択王になったら何がもらえるのかな？気になるなら、選択室にいる妖精に聞いてみたら？気になるなら、来週帰省する予定だったんだけど、いつ帰れるかな。魔法したの？あ、ちょっと踏んだ。
魔法とは長き伝統とたゆまぬ研鑽によって育む。別に私を取ってもスクープにならないでしょ。いつ何が起きるかわからんからな。そんなに闇雲に取ってもダメ。今の私は、あ、それ朝からスクープ探ししてたら中庭に落ちてたんじゃ。
罰当番？どうせまた迷惑なことしたんでしょう。ちょっと勝手に決めないでよ。散歩で洗濯室？あなたの考えてることはよくわからないわ。そういうカルメンは何してるの？洗濯してるようには見えないけど。私は読書中よ。読書？なんでこんなところで。さあ、洗剤のいいにおばあさまの素敵な中庭を。そっか。そうよ。うん、もう話しかけないから安心して。ね、洗濯王選手権に参加したいんだけど。本来なら人間の参加は認めないんだが、あんたならいいか。ただしエントリー料はいただくぜ。へえ。これもエネルギー不足解消の一環だと。それなら。おいおい、ま、あね、本来ただし、へえ、これも、おいおい、昼まで寝ちゃってたみたい。夏休みだからってもう少し早く起きないとダメだよね。
よう、あんただな。え、うん。おかげで助かったよ。これでなんとか。気にしないで。それより、そこいらの妖精とは年季が違うからな。まあ、喋れるよ。そうなんだ。と言っても、もっと年季のいった妖精なら俺もまだまだだな。すまんね。うんうん、これくらいの方が話しやすいから。それにしてもエネルギー、やっぱりエネルギー。ルーナノバは妖精が食事を作ったり、俺たち妖精は魔導石のエネ、妖精に回されるエネルギー。妖精さんも大変なんだ。私も妖精さんたちの力になりたいところだけど。ルーナノバも財政なんで。そうそう、この前なんてパフニールのおっさんに魔導石持っていかれちゃったもんね。まあ、あんたの気持ちだけでもありがたいよ。そうだ、いつも頑張ってる妖精さんたちにプレゼン。うん、妖精さん、そりゃあ魔導石。それってま、え、ああ、だが、うんうん、あたし、で、そんなに魔石持ってなかった。リンリンってしょ、そう、俺、睡眠魔法かけちゃったけど、気持ちよさそうに寝てるし。Thank you.
女に入りたいなら、そういえば。かがりさん、立ち聞きとはお行儀が悪い。ああ、そうだね。そう見えちゃってたら、ごめんごめん。まあまあ、テレさん。きっと私たちが楽しそうな話してたから気になったんでしょ。それならしょうがないわ。だってテレサが素敵な別荘に行くって話聞いてるだけでワクワクしちゃう。それは確かに。ねえかがりさん、テレサはどこに行くと思う？え、かわいそうだから3つ候補教えてあげますわ。あ、じゃあ一番最初に言ったやつ。それでさっきの、え、教えてくれないの？疲れた。どうしたの？いろいろ調べるために走り回ってたから。もう今更だけど、ルーナノバって広いよね。周りの森も学校の敷地だし、これだけ広いと何から調べていいのか分からなくなっちゃうよ。せめて近道とかあればな。近道とは少し違うけど、精霊さんの力を借りれば少し楽になるかも。え、本当？ほら、ホロロギウムの間に記憶水晶玉があるでしょ。あの水晶玉についてる精霊さんの更新魔法をかけた記憶水晶玉の元には移動魔法で転移することが。へえ、そうなんだ。じゃあ見つけたらこう。いいことを聞いたぜ。アマンダ？あたしも校内を歩き回るのめんどくせえと思ってたんだ。え、でも精霊さんの力を使うから更新魔法をかけた人じゃないと使えないよ。な、そうなのか。なんだよ、せっかく手に入れたこれが役立つと思ったのに。しゃあね、アッコにやるよ。わ、なに？ほら、一回使って見せてくれよ。大丈夫、精霊さんを信じて。今回はダイアナに美味しいところを持っていかれないようにしねえとな。うん、私に任せて。なんだろうな、やっぱりダメな気がしてきたぜ。そんなことないよ、絶対私が美味しいところを持っていくんだから。リンリン、もう一度見せて。こうやって、こうやって、こうある。難しいわね。こうやって、こうやって、こうある。いざという
時のためにリンリンに太極拳を教えてもらってるんだけど、簡単には覚えられなさそう。あ、いや、キャサリン、太極拳のセンス皆無あるね。ついてるかも。グラウンドの草が伸びっぱなし。あら、ミスカガリ、あなた夏の予定は？私はアーシュラ先生と魔法の練習で忙しいので。どうした？飛行魔法の補習でも受けに来たのか？でも私まだ箒に乗れないか。別に箒に乗れなくてもできる補習はあるぞ。え、そうなんですか？ああ、やってみるか。やってみま。ほう、よし。準備ってまだ箒。どうせお前は箒があっても乗れないだろうが。それはそうですけど。それにグラウンドを走るだけだからほうきもいらん。え、走るんですか？そうだ、ほうき乗りには体力も必要だからな。お前も曲がりなりにも流星丸に乗ったんだから。ああ、確かに流星丸に乗るのは体力がないとダメか。まあ流星丸ほどのほうきに乗ることはそうないだろうが。なるほど。一応言っておくが、ズルをし、よし、それじゃ、よーい、ドン！もう体力切れか？疲れちゃった。だらしがないな。どうした？やっ、よし、準備。よ
し、そ、魔法職人、植物園の前、ほう、なかなかやるじゃないか。でもこんなことでほうきに乗れるんですか？それはまあお前次第だ。は、はあ、ほらこれをやるから、そう気を落とすな。いつ、それどこで拾ったの？グラ、何してるの？いい天気だから日向ぼっこしてるだけ。なんで頭の上でぐるぐる指回してるの？これは日光を巻いて柔らかくしてたの。に直射日光を浴びすぎると髪が傷んじゃうから。そうなんだ。吐いてないけどな。噂は噂ってことかな。うわあ！ちょっと離してってば！どうしよう。簡単に飛び越えられそうだけど、何か他に空中に浮かぶ方法ないかな。
きげんよう。今日は夏休み初日にふさわしい。しかしどうしてお前はほうきに乗れないんだろうな。変身魔法はまあ一応発動はするんだろう。はい、魚類語だってマスターしましたよ。ほうきだけは未だに全然ダメだがな。さてはお前、前世にほうきを根絶やしにするとか言って燃やしたりしてないだろうな。え、まさか前世が原因。どうしよう、アーシラ先生に占ってもらった方がいいですかね。前世とか関係あるわけがないだろう。先生が言ったんじゃないですか。ほうきに乗りたけりゃ練習あるのみだ。はい、練習ならいつでも付き合ってやるからな。そうなの、アイリーンってば食べた後に寝る料理の材料を寝言で当てるのよ。何それ、びっくり人間。しかも正解率 100%。 すごい才能だと思わない？アイリーンにそんな隠された才能が。あ、もしかしてそれ残ってる？アッコも食べる？私の手作りなんだけど、よかったらどうぞ。え、いいの？やった、いただきます。おいしい。何の料理かわからないけど、ヘルシーだけど飽きない味っていうか。ありがとう、そう言ってくれて嬉しい。ヤモリの後ろ耳足。ごきげんよう。今日は夏休み初日。またへ。リンリンって確か将来はパンダになりたいんだっけ？そんなことは言ってない。ある。あれ、そうだっけ。子供の頃にパンダと一緒に育っただけ。ある。ああ、だからこうして立派な子パンダに。パンダじゃないあるね。冗談だって。何にしてももう少し身長伸びないと立派なパンダになれないぞ。ジジ、表に出る。ある。まだ成長期来てないだけ。ある。中庭って表じゃな。ねえ知ってた？Thank you.
ですからあなたにティちょっと用事の途中。そうですか。ただ何の用事か知り、せっかくちょっと、全くしょうがないな。取ってやろう。こちらを向け。見つけたのはこちらの方ですよ。なんだラジャ、やるか。引きませんわよラシュミ。二人とも本当にいつも同じこと言ってるよね。双子っていいな。何くつろいでんの。んだよ、うるせえな。アマンダは心配じゃないの。このままじゃずっと夏休み初日なんだよ。いいことじゃねえか。なんでよ。よく考えてみろって。一日経ったら元通りなんだぜ。それはそうかもしれないけど、ヤスミンカとコンスタンツェも同じなの。食べ放題。うん、しかもあの扉を抜ければ刺激的なダンジョンがあるんだぜ。退屈しなくて最高じゃん。いいのかな。よく考えてみ。何してるの？アッコ、これ借りても。これってナイトホール？うん、私が来る前からここに置いてあって。いいんじゃない、後で返しておけば。だよね。カカリさん。あ、バドコック先生、どうしたんですか、そんなに慌てて。ここに本が置いてませんでしたか。ナイトホールが置いてありましたけど。どこやったんですか。ヘンリエッタが借りていきましたけど。なあ、バドコック先生。
バドコク先生、大丈夫ですか？ここにあった本ですか？そうです。あのナイトフォールは特別な本なんですよ。はあ。もし誰かに読まれでもしたら、早く回収してきてください。私がですか？あなた以外誰がいるというのです。わかりました。かなりあまりこん。大丈夫かな。どうしたの？何か心配事？ジャンヌが改造した杖を振り回してるところをフィネランに見つかっちゃってさ。あっ、ジャンヌ、生徒指導室に連れて行かれちゃった。私はすごいことに気づいたかもしれない。すごいことって？キャサリンは髪の毛を一つのお団子にしてまとめているでしょ。リンリンは髪の毛を二つのお団子にしてまとめているよね。それでまだ気づかない？名前にリンが入っている数で頭のお団子が増えていくってわけ。アイリンは髪の毛をお団子にしてないけど。つまり
リーンとリンは明確に違うということだね。ああ、なんかすっきりした。何か用か。一人でいるなんて珍しいなと思った。言われてみればそうかもな。双子の二人はわかるけどさ、空ともすっごく仲いいよね。我らにとって空はとても大切な。それについ構ってあげたくなる愛嬌というか、まあそのあたりは置いておくとして、彼女は素晴らしい人間である。これからもずっとそばで守っていくつもりでいる。友達としてな。きっとラジャにも同じ気持ちだろう。へえ、三人には絆があるんだね。絆か。あら、かがりさん。校長先生、空中に浮かぶ魔法ってありませんか？ほうきに乗ればいいじゃないの。それができれば苦労してません。そういえばかがりさんはほうきに乗るのが苦手でしたっけ。そうね、それなら浮遊魔法とかどうかしら。え、浮くっていうより空中を歩く感じだけど。教えてください。ダメか。あらあら、練習あるのみですよ。魔法薬を使えば私でも浮遊魔法が使えるかな。あら、アッコは普通の、うん、魔女か。各部屋にお風呂があったりクローゼットでランニングできるような家じゃないわよね。そんなのお嬢様ダイアナくらいじゃ。そんなことないわ。ルーナノバには由緒正しい魔女家系の子も多いのよ。中にはかなり伝統ある家からルーナノバに来て。へえ、そうなんだ。カルメン、もしかして羨ましいの？ええ、次に生まれてきた時はお嬢様になってみせるわ。その息だよ。どうしたの？ちょっとリタと話だけなら聞くよ。うん、リタと14時にエントランスで待ち合う遅れたのは私が悪いんだけど。事情って？ある本を正門で受け取る予定だったんだけど手に入らなくて探しに行ってたら。それを説明すればいいじゃない。説明したよ。でもリタは頭に血が上ってて。なら時間を置いて話してみれば大丈夫そうだけど。うん、そうだね。今夜、寝る前にもう一度話してみる。ありがとう、アッコ。少し元気出たかも。
なになに？どれもノンフィクション書。使えば毎日部屋を掃除してくれるから本当に助かるわ。なんだアッコか。リタとアビゲイルが帰ってきたのかと思った。リタとアビゲイル喧嘩してるみたいだね。喧嘩なんてめったにしないのに、二人ともどうしたのかしら。なんだリタとアビゲイル喧嘩なんてめ。今のままじゃ食べられないんだよね。ちょっとヤスミンか聞いてる？フルーツタルト食べたい。そんなこと言われても調理場に忍び込むくらいしか手はないよ。忍び込む。ヤスミンかがこんなにやる気出すなんて。わかった、ヤスミンカの意気込みは受け取った。それじゃ夜中にカフェテリア集合ね。先生たちに見つからないように気をつけて。フルーツタルト楽しみ。こんな時間に出歩いてどこへ行くつもりだ。
そうかな。あっこのくせにすごい。くせには余計だよ。怒らない怒らない。休みんかはまだかな。あっこ。お、来たね。フルーツタルトは調理場にあるはずだよ。楽しい。前にも忍び込んだことあるからね。ほら、さっさと行こう。魔法の鍵も見つかったし。それじゃあヤスミンか、私は先に部屋に戻るね。一度寝たら起きないよね。そう？スーシーだってそうじゃん。何しても起きないからちょうどいいよ。あたしが寝てる間に変。
顔してるね。寝ちゃいましたわ。でもそのおかげかしら、すごく頭に入ってくる気がするの。やっぱり睡眠はちゃんと取らないとね。そうですわね。今夜はちゃんと寝てね。ええ、さて寝る前にもう一頑張りね。Thank you.